おはようございます。夢人の夢人にある夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェウェー、桃瀬里奈です。はい、カムイのひろです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、月半ばですもん、はい、早いな。早いです。早いね。もうなんかあっちゅう間にどんどん時間が過ぎていくんですけど、もうめっちゃ暑い日が来ますね。はい、もう暑い暑いもう俺ほんま暑さに弱いんやんか。あの寒さには結構強いの、ね、うんうん、肉襦袢着てるからさ。肉襦袢暑いと、うん、この肉襦袢さに脱がれへんから暑いとこもるのよ。あ、うん、だから結構ね、あの暑さ対策結構やっとかないと、あの塩キャンディーとか、もうそろそろ必要な時期。でもみんな大事ですよね、大事大事、ね、大事大事。あれでも不思議やねんで、あのコンビニってな、うん、塩キャンディーを置いてる時期と置いてない時期ある。へえ。やっぱだから夏の時期は前出してくるんだけど、確かに冬はない、いるもんね。そうそうそう。ということで皆さん塩キャンディーが置かれてるかどうか確認しておいてください。はい、ということで、はい、6月15日でございます。はい、6月15日はどんな日なんでしょうか。はい、桃瀬里奈の今日は何の日。暑中見舞いの日。おうおうおう、暑中見舞い、暑中お見舞い申し上げますっていう歌知ってる。私知ってますよ。あ、よかった。あのよくテレビで聞きます。あ、本当、うん、あのキャンディーズ、はい、はい、1950年のこの日に、うん、当時の郵政省が初めて暑中見舞いを郵便用紙を発売した、はい、ということですね。9時付きになって、はい、愛称もカモメールと、はい、そう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 、この名前は夏をイメージするカモメとメールを合わせた造語で、うん、カモンメールの意味のも込められてる。大事あれやん。そうやった。それは全くそんなことは全くわからんかったね。カモンメールってとカモンメとメールで面白いとだそうでございます。そのお堅いお役所の人たちがよくそんなこと考えてね。なんか楽しくしたかったんかな。ああ、なるほどね。まあでも、うん、あのほら、要は年、お年玉付き年賀はがき、うんうん、だから年賀状はほらもう国民的なんだみたいな感じで、うんうん、当たり前のように昔からやってるんだけど、うん、あの暑中お見舞いはなかなかさ、うん、そんな出そうっていうのがないから9時付きにしたんかな。あー、なるほどね。もうちょっと盛り上げようと、うんうん、それであの郵便出してもらって郵便代を稼ごうっていう話でね。、はい、まあ、どっちも楽しいかなみたいな、うんうん、まあと言いながらもう今やどっちもだいぶね、あの数がなくなっていて、そうですね、あんまり暑中見舞いって年賀状って昔俺なんか1回300枚ぐらい書いてた。めっちゃ頑張ってる。頑張ってたよ。でそれが今やもうなんか100枚もいけへんし。あ、それでも100枚ぐらい、いかないかいかない、全然いかない、いかないけど出してるんですね。何十枚は出してる。うん、来るから来たら返さない、まあ、ね。そうね、それこそこう仕事の時のなんか暗黙のルール的なんで出さなきゃいけないみたいな、でなんかこう季節のご挨拶って で、うん、例えば年賀状出し忘れたから寒中お見舞いみたいな、あ、うん、そういう風になんかその季節のご挨拶みたいなんで季節のご挨拶で返すみたいな感じので日本人でやってたんだよね。うん、まあでもみたいにね、簡単に連絡取れなかった。そう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 そもそも。なのでまあいつまで続くのかなっていう感じではありますけども、まあ皆さん今日が暑中お見舞いの日なので。ちょっと誰かに暑中お見舞いを、ね、メールしてみたらどうですか。ぜひ、はい、カモンメールなんてね、はい、待ってます。カモンメールどっちに行くか。はい、そして、はい、生姜の日来た来たよ。生姜来ました。2009年に制定されました、うんうん、この日に石川県金沢市の生姜の神を祀る恥神、うんうん、神社で恥神、はいはい、大祭、うん、生姜祭りが行われる。はじかみは生姜の別名、うん、米でございまして、そこの祭りは神への感謝の供え物として生姜を献上したことがその由来とされていますよ、うん、ということで、まあ、生姜の魅力をより多くの人に知ってもらおうということで制定されました。これさ、生姜ってさ大阪人本当大好きで、ね、まあ、特にあの紅生姜の、あの消費量はすごいよね。ね、いつでもなんか赤いのいますよね。いるいる。でも俺ちっちゃい時は生姜とか紅生姜って苦手で、私も食べれなかったんだけど、うん、あのでもね、なんかね、あのうちのおかんが鶏卵うどんっていう、た
まにやるけど、うんうんうん、あの要はうどんやねんけど、だしを、うん、あのくずでちょっと溶いて、あのとろみをつけて、うんうん、で鶏卵、あの鶏の卵をね、うん、あの入れてこうちょっとぐちゃっとしてっていうやつをやんねんけど、うんうん、そこへ生姜入れてくれとめっちゃ美味しい。これだからだしと生姜最高やん。で、あのね、四国うどんだね。四国うどんに俺通うようになったとか、予備校に通ってた時に昼飯を四国うどんで食べて、うん、その四国うどんがあの生姜をあの無料で何でも入れれるようにしてくれてて、うんうん、あれを入れた時にうどんの美味しさ、あれに目覚めてからもうほんまに生姜なかったらうどんみたいな、うどんはやっぱ生姜ないとみたいな感じになったんですよね。で、あとほら、絶対お好み焼きとかさ、うん、ね、あの焼きそばとか、あの紅生姜を必ず刻み、うん、紅生姜が入ってたりするわけ、はい、で、これが結構衝撃的らしいけど、うん、関東の人が牛丼に紅生姜を入れてる、うん、大阪の人は紅生姜丼にしてしまうっていう確かに真っ赤っかなやつ見るね。そう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 、あの俺大学の時に柔道部で柔道部の先輩が何やってたかって言ったら、うん、まず紅生姜グワーって乗せて、であの穴作ってそこに卵落として、うん、であの七味唐辛子ガーッかけてくる、もうどこにもあの牛丼の美味しさはないねんけど確かに紅生姜の味とそうそうそう、でもね俺未だにやっぱりあの牛丼入ったら紅生姜めっちゃ山盛りになるんですよ。好きな人多いね。いや、何やろ、口の中さっぱりさせてくれるとかでもあるんだなと思います。まあ、お漬物の役目はあるよね、うん、ご飯食べてる時もね。で、何より大阪人すごいなと思うのは紅生姜を天ぷらにしちゃったってね。紅生姜店はなかなか他の地方にはないんで、あのぜひあの大阪以外の方で、見てらっしゃる方はあの大阪来たら紅生姜店を探してください。あのめちゃめちゃうまいです。大体ありますよね、うん、お店行ったらね。大体串カツで紅生姜があるの大阪だけやってる、うん、串やからね。ね、刺しちゃった、刺しちゃった塊を。そう、まあ、薄くスライスしたやつですけどね、はい、でもその状態食べることないもん。普通はないよ、千切りされてるからね、うん、そうそうそう、あの平たいやつそのまんま、うん、あの串にして揚げて食べてるわけですよ。衝撃的やった。やっぱね、熱入れるとまた美味しいからね。まあ、そういうのがあります。だから大阪人は生姜大好きです。っていうことだけ伝えたかったんでこれ選びました。なんか前回からこれやりたいがための選び多いな。うんうんうん、まあ、ね、ね、その方がメッセージ伝わるでしょ。熱量がね。はい。はい、そんな日でございます。はい、ありがとうございました。はい、さあそれじゃあいきますよ。はい、シネマダンドリー。ということなんですが、このシネマどんぶり、はい、はい、今日は、ゲストです。お、ゲスト来てます。はい、関西映画宣伝の松村さん、よろしくね。お久しぶりというか、この番組として出演するのは初めての松です。あの前の番組ね、あのカモンマテリアルの方は最終回まで出ていただいてるんですけど、ラストずっと出てましたね。そうそう、ずっと出てた。で、いやねんけど、この番組としては実は初回の時から後ろにおったんですよ。ずっと見てくれてはいるんですよ。で、あのね、初回の番組で、あの後ろでなんかケタケタ笑ってる声とかなんかツッコミなんか一言ボソボソしてないじゃないですか。そういうの言ってる声は全部この人ですから。参加してるじゃないですか。ガヤ担当。ガヤ担当ね、はい、ということでこの、はい、松村さんが、はい、今日は何を、紹介しに来ていただいたんでしょうか。はい、韓国映画。韓国映画来ましたよ。はい、一応このビジュアル。はいはいはい、はい、まあ、ここに出てますよ。出てますが、はい、毒の親と書いて、はい、毒地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 っていう映画、これ、はい、ちょっとね、京都でのね、うん、京都シネマでの上映はもう7月10日、あ、違うか、5月の10日がもう1週間で終わっちゃった。ああ、そうですね、はいはい、うん、まあ、この放送が、うん、ある6月15日から、うん、7月の3日から、うん、あ、シネヌーボで上映は決まってますので、うん、ちょっとそちらに注目。これね、これね、はい、おすすめですね、うん、本当に見てほしいやつです、
結構ね、まあ、要するに簡単に話を言うと、はい、まあ、ある、まあね、韓国の、うん、まあ、女子高生、はい、まあ、成績が優秀で、はい、多分、まあ、お父さんとはもうだいぶ前に、まあ、別居中、うんうんうん、で、あの、まあ、母親は娘に愛情をかけてますよね、はい、やねんけども、ある時その成績優秀で真面目な子が自殺しちゃうんですよ、はい、やねんけど、その娘を愛している母親はその自殺が信じられない、そう、自殺じゃないんじゃないか、いじめがあったんじゃないか、何かがあったんじゃないか、ある教師に呼び出されてるんで、そこで何かがあったんじゃないかということで、学校に、まあ、モンスターピアレットですよね、うん、まあ、そうですね、はいはい、で、やねんけれども、その映画のラストでその真実はという、ちょっとミステリー仕立て、うん、社会問題を韓国で今結構社会問題をやってらしいんですけど、まあ、韓国って、まあ、今すごい経済成長してるんです。そうですね、はい、まあ、日本でもその経済成長した時、まあ、要するにすごい教育、うん、ママゴン、はいはいはい、ママゴンね、懐かしいな、懐かしいでしょ、教育ママゴンって言うとガーってその自分の意味を託すということがあったのが、ちょっとまあ遅れて今韓国で社会問題になってるのをちょっとミステリー仕立てに取り上げた映画、これはね、結構ね、あの、行ったり来たりするんですよね。そうですね、過去の内容と、それだから娘さんが自殺をした後も、はい、娘さんが生きてた頃にこんなことがあったみたいなのが、はい、どん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 行ったり来たりしながら、はい、話が進んでいくということですね、はい、で結構この映画を見ながらちょっと資料見ながら、じゃあどうぞどうぞ、最近会えないんですけど、はいはい、多分こういうのは日本でも起こってるんですよ、うんうん、まあ、結構話題になったのは2016年に、はい、これ本があるんですよ、うん、モンスターマザー、うん、長野マルコ実業いじめ自殺事件、教師たちの戦いと、これはあの、その長野県、長野県って結構ね、教育の民度高いんですよ。へー、で、すごい教育熱心で、ね、で、そこである男の子が、うん、いじめにあって、うん、教師も含めて、うん、生徒たちいじめにあって自殺したんじゃないのかと、うん、自殺するんですけど、うん、はい、そのモンスターピアノの母親が学校を訴えるんです、うん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 、でも実はそうではなかったっていう事件、はいはいはい、だから結構この辺がかぶるんですよ、なるほど、ピアレンス、ね、で要するに学校側に濡れ衣を着せる事件、なるほど、まあ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 ありますよね、これ結構有名な事件ですけど、それをまあ昔その新潮文庫で本で読んでて、はい、あ、なんかすごい似てるんだ、へえ、ね、これまた最近2018年、うんうん、最近ですね、滋賀医科大学生母親殺害事件っていうのがあります、はい、はいはいはい、ありましたね、要するにまあこれも母親母子家庭で、うんうんうん、その看護生でやったんやけど、医大に入るために給料、9回浪人してるんですよ。あ、なるほどなるほど。要するに親の期待です、うんうんうん、で結構いじめ虐待みたいのがあって、うん、最終的にこの状況から逃れるために母親を殺すと、31歳のその女性が58歳の母親を殺してバラバラにしたんです、はいはい、これもあの、なんていうんですか、母という母という呪縛という牢獄っていう共同通信社の方が書いたドキュメンタリーノンフィクションがあって、これ結構ベストセラーになるんです、これも教育なんです、だから決してこの今韓国で問題になっている社会問題だけじゃなくて、日本でも引き続きで結構今母子家庭が多いじゃないですか、そうですね、離婚の率が上がってるから、だから要するに母親が過剰な、要するに、ね、こう目に見える暴力じゃないのが怖いんですよ、うんうんうん、要するにそういうのは分かりやすいんですよ、うん、殴る蹴るとか、そういう虐待じゃなくて、うん、あなたのためにとって悪いことやってるのよっていうハラスメント、これが一番精神的なモラハラみたいな、うん、あのね、あの昔の言葉で言うと、はい、おためごかしっていうやつね、そう、そうそうそう、お前のために言うたってんねんぞ、お前のためにこんなええことしたってんねんぞっていう、もうええことの押し売りみたいなね、そう、
で逆にそれを受けやすいのが真面目な人なんです。真面目な子は自分を責めるんですよ。そうなんですね。自分が悪い、母親が悪いとか、その親が悪いって気づかない。母親、お母さんの言う通りできない僕が悪いんだ、悪いやとか私が悪いんやっていうのが、うん、でもまあこの映画はある一つの結末がつくんやけど、はい、そういう解決かと、っていうところに持っていってるのが、うん、まあ、ちょっとまあ映画チックではあるんやけれども、まあ、まあ実際ね、このお母さんね、うん、あの普段のあれで言うと、まあ、普通のお母さんじゃ普通のお母さん、すごい親子、うん、仲良さそうに見えるんですよ。でも実はやね、そこなんですよね。だからやっぱその世代の違いもあるんだけど、はい、その言葉の投げかけ方一つで受け取り方全然違うっていうのが、はい、うん、ものすごく分かりやすい作品かなっていうのはあるんですよね。だからまあ、日本でもやっぱり、まあ、今ね、例に挙げてもらったやつだけじゃなく、やっぱ見えないっていうか、僕らが知らないところでやっぱそういうのってすごいたくさんあると思うんですよね。外から見てると分かんないことが多いじゃないですか。大体そういう事件が起きると、え、すごい夫婦仲良かったですよね、っていう、でも、そうでもない。隣のね、家庭の中までは覗けないですからね。で、まあ、この中、お母さん役を演じてるのが、うん、結構ね、私韓国ドラマ見るんですけど、結構よく見る人だなっていう人は結構韓国では国民的スターらしいんですよ。まあ、テレビドラマの中ストリート・オブ・マーメイドとか妻の誘惑の主役を務めたジャン・ソヒさんという女性なんですけど、まあ、結構今でも韓国のドラマ見てるとちょこちょこ出てるんです。なるほどなるほど。それが6年ぶりの劇場用の映画に出演されてる、はい、うん、結構やっぱうまいですね。おー、なかなかね、うん、これはでもまあ僕実は、うん、あのすいません、あのめっちゃ知ってるみたいに喋ってますよね、うん、10分しか見てないんですよ。これほんまに忙しくてごめんなさい、あの10分ぐらいしか見てないんですけど、でも10分で、うん、あのまあ、しかもあの資料も一応まああるんで、うん、それも含めて見ての話で今喋ってるんですけど、あのすごい見応えありましたし、この後見たいけどごめん時間ないみたいな感じで、あの見れてないっていう言い訳してますもん、はい、いや、でもそういうオープニングで引き込める演出力です、ね、いや すごかったですね。でも、はい、32歳の女性ですからね。ね、監督？監督そうです。あ、すごい。1992年生まれ。おお、ほんまや。で、一応で、ね、なんか韓国では、うん、そういう人のネットネイティブ、もう生まれた時からネットがある MZ 世代と言います。 MZ 世代なんだ韓国で。韓国ではね、 Z 世代じゃなくて Z 世代じゃなくて M がつくもんね。そうそうそう、だからネットネイティブなんですよね。ネットネイティブ、はいはい、もう監督自身もなかった、はい、まあ32やったらそうでしょうね。生まれた時にはもう普通に、はいはい、そうネットがある時代に、うん、韓国で結構そういうね、まあまあ物心ついた、まあ、だからあの日本ではデジタルネイティブっていう言い方しますね。そうですね、はい、なるほど、そういう感覚ですね。だからそこら辺のなんか、多分ね、結構何年か前の話題になったキム・ボラっていう監督、女性監督もすごい若い、ハチドリっていう、あ、ハチドリ、あ、有名有名、うんうん、もう結構若いじゃん、はいはい、その年代に、あの年代に、なるほど、所属する監督で、で、前は脚本家でね、うん、なんか日韓の共同制作、うん、ここにもチラシにもあるんですけど、うん、奥須駅おばけっていうホラー映画の脚本家です。へー。で、今回そのチームが、はい、その監督でということで再結集して、まあだからちょっとホラー自体そうですね、はい、だから実際だからいろいろなあの映画再招待されてるのもなんかそういうファンタスティック系、はいはい、の映画祭になんか結構紹介されてる。一応なんか社会派系のなんかそういうんじゃなくて、ちょっとファンタスティック系。まあ、まあ、だからそのホラーというよりまあサスペンスというか、まあ、サスペンスミステリーみたいな感じでいう感じではあるんですけど、まあだからまあ手法がねよく似てますからね、うん、そのね。そうですね。だから多分この監督はまあこれから出てくる。そうでしょうね。ないんかなと思う。ライトの使い方がうまい。
だからまあぜひこれちょっとね、4月もちょっとね、神戸のね、上映はちょっとまだ決まってないので、はい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 、大阪ね、ぜひあのシネヌーボの方で、はい、あの7月3日からこれはちょっとね、スクリーンで見たいです。スクリーンで見てもらう方が多分、うん、全然面白いと思います、結構京都シネマでも、なかなかと思ったけど意外にお客さん来てて、いや、だから思いますよ、だから結構関心が高い、はい、だから要するにあの、ね、韓流スターが出てきてとか、ではないです。そういうような映画ではない、ではない、ではないのに、ではないのに刑事がかっこよかったよ。そう、いやいや、そう、刑事か、そこら辺は映画です。刑事がハンサムやったよね。そう、ハンサムだった。ハンサムだったからちょっと食いついたよな。まあまあ韓国の刑事も、まあ、実際はあんまかっこへん、イケメンがおるかどうか分からん。韓国俳優さんたちはね、お顔がもうほんまに綺麗すぎて、綺麗だね。ね、だからなんかちょっと食いついて見ちゃった。もちろんね、内容も面白かったし、タイトルからね、ちょっとドキドキするから、ね、ずっとドキドキはしたけど、なんか、ああ、そういうことかっていう。だから多分最近、社会問題の時、監督もなんかインタビュー出てるけど、毒親で独自言うても、で、どういうこと、韓国ではまだ、そこまでまだ定着してる。そうなんだ、日本はもうね、だいぶ前から毒親やってる、毒親とかね、出てきてましたよね。そういうのがこう、こう当てはめて、韓国で独自っていう、なるほど、できたんやけど、まだそこまで知らない人も、で、どういう意味みたいな。なるほど。だから多分、今まさに、まあ、韓国って特に今、日本の教育のすごいじゃないですか、だから要するに教育で大学、まああれですからね、大学落ちこぼれたらもう、いや、というか大学試験に行く、こういかに応援するかっていうのがテーマで、あの試験日になったらのあれでしょ、パトカーが先導するんですよ。そうです、そうです、すごいよ、それぐらい白バイが送ってあげる、そうせえへんと遅刻とかして受けなかったら人生、そこでその大学受かれへんかったらエリートになるか、もう死ぬまで貧乏が決まるっていう、それぐらいはもう日本では今そこまでもないけど、もうそういう時代になってるんですよ、ですね、はい、ということなので、この独身ですね、そう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 、ぜひぜひ見ていただいてほしい、はい、まあ、これからも続々と監督みたいな、はい、作品紹介、はい、いろいろございます、はい、あ、楽しみ、はい、まあ、あんまり明るいのはないですけど、明るいの欲しいなビートルズのドキュメンタリーぐらいかな、あ、うんうんうん、まあ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 、それぐらいかな、はい、それがあと暗いなまあまあ、あの映画はね、社会世相を反映するからね、そうだね、はい、まあ、なかなか難しいと思います、はいはい、はい、ということで、はい、シネマどんぶりでした、はい、はい、ということで、じゃあ次はですね、はいはい、いきますよ、もうみんなで呼ぼうね、みんなで呼ぼうね、みんな一緒に呼んでね、はい、中之島映画祭企画長西園さん、西園さんでございます。さあ来ました、パート4、その前に、はい、うん、僕はあのしょっちゅう見舞い、はいはいはい、しょっちゅう見舞い、しょっちゅうお見舞いと思ってました急に何言い出すんか思ったら何のダジャレやいや、あの、年賀状はさ、小さい時から分かったけど、しょっちゅうお見舞いって全然知らんかって、初めて聞いた時に、しょっちゅうお見舞いって何言うんって思ってました。ごめん、それ何歳くらいまでそう思ってた、中学生くらいかなまあ、要はその話すいません、はいはいはい、はいはい、ということで、はい、パート4ですよ、はい、中之島映画祭、はい、優秀作品賞、パート4でございます、はい、紹介の、はい、最後残ってました、はい、この紹介させていただきます、はい、よりクジラの声を聞く、はい、はい、来ました、はい、17分という短い作品です、短いんですよ、はい、監督は鷲見洋介さん、はいはい、鷲見さんは、うん、グランプリを取った、うん、憧れドールの撮影でもあるんです。そうなんですよ、はい、そう、まあまあ、というか憧れドールのスタッフが結構このよりクジラのスタッフだったりとかするんですよ、うん、そうそう、はい、宮城監督がね、衣装監督やったりとか、それ全然初め気がつかなくて、もう作品だけを見て選ばさせてもらったんで、うん、たまたまだったんですけども、うん、だから映像のクオリティはめちゃめちゃ高いです、はい、はい、もうすごいね、やっぱりこだわって撮ってはるっていうのが分かるし、ワンカットワンカットの映画で、ね、本当にモーションピクチャーのピクチャーだなっていう思
思える作品でした。で、たった17分なんですけど、いろんな要素が入っててね、すっごい見応えがあるんですよ。全然17分と思わない。思えない。もっと長く感じる。長く感じるっていうのは、うん、面白くなくて長く感じるんじゃなくて、内容がすごい。すごい詰め込んでるんでね。え、これ17分やったみたいな。そう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 。あ、で、よりクジラって分かります？よりクジラ？うん。分かる。あの、よりクジラっていうのは、あの、まあ、クジラさんいるじゃない、うん、海のクジラさんが、あの、海岸に打ち上げられたクジラをよりクジラって。まあ、基本的にはクジラっていうのは普通はあの、すごい大きい広い海の、まあ、深いところとか、まあ、浅いところにもいるけど、まあ、深く入って餌取ったりとかしてるんだけど、いろんな事情があって、まあ、体が弱ってきたりとかすると、どうしても波に押されて、うん、でどんどん波打ち際に近づいていく。あ、それで寄る。そうそう、寄り寄っていくクジラと。でそのあの要するに、まあ、何らかの理由で体が弱ったかなんか分からないけど、それがだんだん打ち上げられてしまって身動きできなくなる。このよりクジラとね、このヒロインの学校に行けなくなった女子高生の心情がものすごく分かりやすく出るんですよね。身動きできない。もうあの、まあ、ちょっとネタバラしちゃいますけど、あのクジラの、よりクジラの瞳と女子高生の瞳が同じに見えるんですよ。へえ。そこがまたうまいなっていう。本当にあの、その編集っていうかセンスっていうのがすごく良くて、でそれがまあ初っ端にあるんですけども、でその後どんどん話していく中でもういろんな本当テーマ、そんで主演が、星智子さんっていう方が、はい、あのやってるんですけども、今あの次のホラークイーンじゃないかという、うん、あの清水崇さん、はい、清水崇監督の、はい、自分のところね、はい、あのみんなの歌とか、で今度7月公開されるあの子は誰という、うん、あのホラー映画で同じ役で出てはるんですよ。だから貞子で、ジオンのカヤコで、続いて新しいホラークイーンじゃないかという星智子さんがやってるんですけど、でもね、すっごい透明感があるというかね、その悩んでる姿もその奥行きがあるんですけど、それでいて透明感があるんですよ。もうそれの何とも言えない表情っていうのはものすごく魅力的で、すごい可愛らしい子なんですけど、本当によりクジラを演じる女性としてはぴったしやなと思って、もう本当すごいあの演技力だな。まあ、あの要はあれなんですよね、その、いわゆるその不登校、あの高校生、女子高生で、あのお父さんがずっとね、あの父子家庭、父子家庭でいらっしゃる。そうそう、お父さんがずっとその心配して、あの気には欠けてるんだけど、お父さんはお父さんで忙しかったりとかして、ちょっと家を空けたりすることもあったりとかして、まあ、その時に、何かのきっかけになったらって言って、いとこのお姉ちゃん、でこのいとこのお姉ちゃんが実はクジラの研究者で、彼女からクジラの話を聞いて、全然外に出なかった子が家の外に出ていくんですよ。なるほど。ここからよりクジラとこの少女の出会いが始まるということなんですね。まあ、だからあの言えば、単純に言えばそれだけのことなんですよ。だけどなんて言ったらいいかな、あのやっぱね、家から出なかった子が一歩外へ出るってことの意味、うん、でそこで何を見たか何を感じたかっていうことを、その星智子さんがすっごく分かりやすく演技してくれる。だからあの何、引きこもってた女子高生の彼女はただあのなんていうの、縁側でゴロゴロしてるだけなんだけど、その一歩外へ出てよりクジラを前にした時の彼女は生き生きとした顔になってるんですよ。だからここのこの落差ですよね、すごく、はい、この作品のところになってる。どこのお姉さんがね、うん、行きましょうよって、みんなに引っ張っていくんじゃなくて、
本当に何気なくポンと背中を押すだけなんですよ。それでいてあの主人公が、うんうん、あの自らの意思でちょっと生きてるっていうことをやれる、うんうん、でそのことで本人が気づけるっていう、うん、なんちゃうかな、そういうあのそういう不登校の子をなんとかせなあかんとかいう必死な思いではなくて、ほんとちょっとしたことで本人は立ち直れるんだっていうのもよくわかるんですよね。もうそういう言葉で、ね、本当に感動的 で、さっき言ったヒロインの星友さんが最初と最後の落差とさっき言ったようにそれがね本当に素晴らしくて、うん、もう心洗われるんですよ。おじさん泣きそうになりますよ。17分ってそれがそれがあるんですよ。すごい、ね、聞いてるだけで17分足りてないでしょ、でしょ。でもね、それがね、本当もう全然無駄なく、もうワンショットワンショット見逃せない。うん、でそういう本当素晴らしい構成力で、もちろんその絵に中絵にね込められたメッセージっていうのがきちんとあの画面に出てくるっていうのを本当あのこのような映画やなと。まあまあそうですね、あの非常にあの構成が素晴らしかったと思いますし、はい、無駄がないだけじゃなく、ある意味その無駄を作るその無駄さえ構成の中に入っているので、あのそういう意味では素晴らしい作品だったんだけど、僕はあの憧れ道路見てなかったから、だから僕はこの作品が一番良かったんです、うん、なんです、はい、なので見る機会があったらぜひ見てほしいですが、まあ、17分なんでね、これなんかと抱き合わせないと多分見れなかったりとかする劇場では ね、いっそ、あでも憧れドームも2時間かな、憧れドームと一緒にもう同時上映してくれたら、ね、まあでもできそうですよね。まあまあ無理ではないかな、うん、まあはい、ぜひそういう機会があれば、はい、もうついていただきたいと見てほしいですね。そのもちろんその不登校の子も見てほしいし、それを問題としているお父さん、お母さんとかにも見てほしいし、教育関係の人にも見てほしいし、まあ、いろんな、まあ、普通もちろん一般の人にも、まあ、見てほしい、はい、素晴らしい本の映画でした。はい、はいはい、ということで、8本、はい、全部紹介終わりました。はい、はい、お疲れ様でした。本当にね、まあ、年々あの自主映画、中之島映画祭は自主映画を見たことない人に自主映画の面白さを知ってもらおうっていうのをでやってるんですけど、年々、うん、あの自主映画見たことあるっていうのが増えてきて、うんうんうん、大阪でも自主映画がこうやって受け入れられていったら本当にいいなと、うんうん、あの本当思います。そうそう、何よりも映画は見てもらってなんぼなんで、でたくさんたくさん世の中にはたくさんたくさん映画作られてます、うん、あの劇場公開されてる作品だけじゃなくてたくさんあるんですよね。でその面白さっていうのを大阪でも関西でも知ってもらいたい、で今後ともまた中之島映画祭続けていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、はい、来年もね、はい、また何年もやるよやっとそんな気になってきた。なるちょっと立てばなる。アンケート書いてもらった言葉を、ね、今打ち込んでるんですけど、はいはい、もうそれを見るとね、あ、またやらなあかんわって使命感がじわ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 。わかる、アンケートって結構ね、そういう気分になりますよね、はいはいはい、ということで、はい、第22回中之島映画祭、まあ、情報ってことなんですけど、はい、まあ、一応ね、あの作品紹介まで終わりました、はい、さあ、第23回に向けて22回まとめてまとめるところなんで、まだそこまで考えてない。そっか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 、わかりました。はい、すいません。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということで中之島映画祭情報でした。ありがとうございました。ありがとうございました。夢人情報です。はい、現状がないまた来たか、それ。せやな、せやな、まあ、もしかしたら、うんうんうん、今現時点ではちょっと発信することがなくて、もしかしたら何か上がってるとは思うんですけど、現時点では何も決まってなくてですね、はいはい、困った、うんうん、はい、まあ、あの踊ってみたの活動は先にあるん で、そうですね、それのための準備をひたすらやっている状況で、はいはい、あのその
ちょっと前に言った5月に動画上げるっていうのが、結局4週間で3本上げたかな、なので、はい、ぜひあの見てほしいなと思います、ここで喋ってるのとは違う人がいるんで、はい、名前が違う、ね、名前も違うし、なんか雰囲気も違うんですけれども、ね、戻ってたりするので、はい、ぜひそちらも楽しみにしてください。演技もね、そのやっていきたいなとは思っているんですけれども、まずちょっと通行人から始めていこうかな。, 笑わずに歩けるかなっていうとか、笑っちゃうかもしれんやん。笑うな。なんか一瞬我に返りそうやからね。そういうところからちょっとずつ仲良くなれたらいいなと思ってますが、はい、はい、いつか絵があることを、まあ、なんかのタイミングで、よろしくお願いします。はい。はい、ヒューの方はもうあの選手と全く一緒です、はい、あの6月19日水曜日の、20時45分からのともる、はい、そして6月21日、金曜日、19時30分からの、僕だけのフライミートザムーンと、大きな気になりたい、はい、この2本が、2本から、2回が決まってますので、はい、まあ、とりあえず、そちらもぜひね見ていただきたいなと。あのまだ見てない方はぜひ見ていただきたいですし、もう見たよっていう人も、もう2回でも3回でも見に来ようよ。いや、はい、あの何回も見た方がいいですよ。そうですね、はい、どん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 あの消化してより美味しくなっていきますので、そうぜひ、はい、あの見てみてください。はい、ということで夢人情報をね、もう募集してますと言い続けて、11回目になってますが、はい、いやもうそろそろ出てくるんですよ。もうそろそろ出てきますから、はい、楽しみにしてください。まあ、来週、再来週あたりは夢人情報に、ジョインしてきてくれる、人が出てくると思いますので、ぜひぜひそれはまた期待してみていただきたいと思います。ということで夢人情報でした。ありがとうございました。はい、はい、ということでエンディングでございます。はい、今日は盛りだくさんというか、すごい人多いね。ね、人が多いね。いつもだから3人やねんけど、1人後ろになんかひょっこりはんがいたの感じなんですけど、はい、初出演、どうでございましたか。はい、上がってたんや。いや、気持ちすごいわ。まだ慣れない。まあまあね、あのそんな喋りがね、得意でこう前出てきてって言うんじゃなくて、あくまでも企画長ですしね。でこちらはの宣伝するあの人を手配する仕事なんで、あんまり喋るのが目的の人ではないあれなんですけど、まあでも松村さんも、ね、水野さんもめっちゃあの実は包んだら重い喋りしてるんですけど、ね、はい、なんかわけはしょっちゅう見舞いとか言うてる。まあこれからもね、はい、ぜひぜひあの番組の中で、面白いことを言っていただければなと思います。頑張ります。はい、はいはい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。